まだかかりそうかい？いえ、もうすぐ終わるはずです。はあ、退屈だ。手持ち無沙汰だな。形式ばったことはさっさと終わらせて仕事に取り掛かろう。ペリー警部に会わないと。命令は命令だ。これだから内政にはうんざりだ。この時間を ARI で有効活用できそうだな。そろそろ行くよ。報告書は後で目を通す。午後の予定は全てキャンセルする。はい。ああ、警部。FBI のジェイデン捜査官がお見えになっています。ジェイデン君、そうだった。待っていたぞ。悪いがちょっと急いでいてね。歩きながらで構わないかね。ええ、もちろん。まずはちゃんと自己紹介をしたいのですが、別の機会にしましょうか。いやいや、今にしよう。記者会見に行かないといけないだけだ。毎回毎回奴らにネタを提供するっていうのも楽じゃない。今日は幸運にも新情報があるが。ところで、もうブレイク警部補には会ったか？ええ、今朝。捜査は独特だが、いい捜査官だ。うまくやってくるだろう。ネクタイの締め方を知ってるかな？ええ、まあ。正直言うと、FBI の協力なしでも問題はないんだが、メディアは大騒ぎだ。折り紙殺人鬼への関心が高まって、今や国民的なニュースだ。これまで殺人鬼は大勢いたが、こいつはちょっとばかり変わってる。現場に花や折り紙を置いていくんだ。何を考えてるんだか。マスコミに嗅ぎつけられて一躍時の人だよ。いまいましい。私の仕事は連続殺人鬼の逮捕です。お言葉ですが警部、それ以外は興味ありません。うん、まあもちろん。私が言いたいのは、なるべく早く結果を出してくれということだ。マスコミを黙らせるためにも、犯人をすぐにでも差し出す必要があるからな。うん、悪くない。そうだ、シャーリーに君のオフィスへ案内してもらえ。もし興味があるなら記者会見も見るといい。ここいらの最近の情勢がわかるだろう。ありがとうございます、警部。チームへようこそ、ジェイデン君。Jeremy Bo
手口から折り紙殺人鬼による犯行だと言われましたが、具体的にお願いします。被害者の手に折り紙が握られ、蘭の花が胸の上に置かれていました。顔は泥に覆われていましたが、遺体に暴行の形跡は見受けられませんでした。逮捕されていない殺人犯もいますが、折り紙殺人鬼も捕まらないのではないですか。その可能性は低いと。犯人は自分が無敵であると思っていますが、必ずミスを犯し逮捕へとつながるでしょう。犯人からメッセージは残されていましたか。身代金要求やそういったものはありませんか。いいえ、未だ犯人からのコンタクトはなく、犯行以外に動機解明の糸口はありません。はい、質問は。殺害された被害者の多くが貧困地域居住者のため、警察がこの事件に関心を向けるのが遅かったと批判されていますが、それについては。言いがかりです。我々が被害者の所得で差別をつけることはなりません。確かに折り紙殺人鬼が貧しい地域からターゲットを探しているのは事実です。犯罪率が高いため捜査がより困難なのも事実です。あと何人か。FBI が捜査の協力にプロファイラーを送ったという噂がありますが、事実ですか。情報が早いですね。はい、確かに我々は FBI に捜査協力を要請しました。近日中にその旨を発表する予定でしたが、その必要はなくなったようです。情報によると、市役所が市長選挙への影響を考慮して連続殺人事件の発表を避けるよう圧力をかけたそうですね。これについてコメントを。事実無根です。市長から捜査について言及されたことはありませんし、捜査を全面的にサポートするとおっしゃっていました。本日はありがとうございました。もう一つお願いします。最後に一つ。ペリー警部、警部お願いします。いい時計だね。ええ、もう20年間ずっと同じなんですけど、それを警部補に昇進した時お祝いに渡すんですよ。でも受けがいいからいつも同じものになっちゃうんです。献金はまだ受け付けてますよ。まだ足りないですし。ラリーにお祝いを。ええ、伝えておきます。僕のオフィスに案内してもらえると聞いたんだが。はい、もちろん、こちらです。これが僕のオフィス？ここと聞いてますよ。何か必要でしたら私まで。よし、仕事だ。ステップ1、オフィスの模様替え。
車は多分83年型シボレーマリブだな。指紋も何もなしか。情報が少ないな。普通種か。役に立たないな。3年間で犠牲者8人、全て少年、8歳から13歳。暴行の痕跡なし。犠牲者は白昼、公共の場で姿を消す。誰にも気づかれずに。遺体は3日か5日後に発見されている。雨水による溺死か。いつも同じ手口。折り紙を手に持たせ、胸の上に蘭の花。被害者は必ず死後6時間以内に発見されている。つまり溺れさせられる前に数日は生きていることになる。3500人以上尋問し、100人以上の容疑者を取り調べ済みだが、有力な手がかりはなしか。犯人は白人、30歳から45歳。知的で冷静で意志が固く計画的である。車を所持。おそらく時間の自由な職業だろうな。必ず遺体発見場所に隣接して鉄道。犠牲者は全員秋に行方不明。犯人の行動範囲は広く、急激に自信を高めて拠点から移動している。ジオプロファイリングが難しい事件だな。来ようかな。トリプトケインを飲まないと意識が。大丈夫、飲まなくても平気だ。俺ならできる。こちらはブレイク警部補です。何があったかお話しください。今日の午後です。息子のショーンと公園に行って一緒に遊んでいたら、メリーゴーランドに乗りたいと言ったので木馬に乗せてやって、それで戻ったら
いなくなっていたんです。公園に行ったのは正確には何時です？できるだけ正確にお願いします。何が手がかりになるか分かりませんから。あれは確か4時15分です。そうだ、4時15分だ。公園に着いてすぐに時計を見たのを覚えてる。息子さんはどんな格好を？コートを着てました。ベージュのズボンは緑で。あなたに気づかれずにどうやっていなくなったんです？メリーゴーランドのそばにいたんでしょ？覚えていないんです。全てが一瞬で起こって。学校の後公園に行ったそうですが、通報したのは8時15分過ぎですよね。なぜ通報までそんなに時間がかかったんですか？近所を探していたんです。遠くには行っていないだろうと。わかりました。今のところ質問は以上です。今日のところはお引き取りを。捜索は続けます。何かあったらまた連絡しますよ。あの折り紙殺人鬼でしょうか？マーズさん、息子さんはおそらく数時間後には見つかりますよ。もし折り紙殺人鬼だったら？ならあと4日のうちに見つけなきゃならない。何か分かったの？いや、何も。朝まで捜索を続けるって。折り紙殺人鬼の可能性は？まだ断定するには早すぎるけど、可能性はあるみたいだ。イーサン、何があったの？どうしてショーンを置いていったの？絶対に目を離さないって言ったじゃない。公園で自分の子供から目を離さないのがそんなに難しいこと？なんで一人にしたの？なんで？ジェイソンを失うだけじゃ足りないの？ごめんなさい、そんなつもりじゃ。ただあの子を思い出す